なかなか改善されてきていません。例えば、日本の会社はアメリカで首都系会社を探していて、黒人の会社もビジネスを広げようとしています。両者がお互いに絶好のチャンスだと期待して初めてに会った時、日本の会社は相手の会社が黒人の会社だと知らず、初めてのミーティングで相手の会社が黒人の会社だと分かった時、日本人は一般的に黒人に対して大都市の路上で見た麻薬や喧嘩に明け暮れている不老者のイメージ、ビジネスマン同士で壊した情報から仕事をきちんとこなさないで負け者のイメージ、そしてマスメディアによって誇張された黒人は犯罪を犯しやすい、そしてスポーツと音楽以外の才能はないという道しかないので、最初に会った段階から共同で仕事をすることなど鼻から考えようもとしないでしょう。私は日本人にこのイメージを無視してくれと頼むつもりはありません。ただ両者にとって一番大切なのは効果的に仕事を進めることではないでしょうか。個人的に人種として黒人を嫌っているとは思いません。私の仕事上の大勢の日本人同僚、友人、知人は大事な場面で私の意見を尊重してしばしば取り入れてくれるからです。こう言って私は黒人です。なぜ私は日本人からの信用を勝ち得たかと言いますと、私は日本の文化、日本人のものの考え方、日本人の立場で世界を理解し、日本語で仕事を効果的に処理することができるからです。私の社内評判は良いと自負しております。いろいろ述べましたが、そういうことで日本人は仕事の相手として几帳面で努力家で協調性があり向上心がある人なら黒人でも内人でも構わないと思っているのだと思います。ただ黒人は自分たちの長所を見せるチャンスはあまりありません。私は日本人にお願いしたいことは、白人の会社と同じように黒人の会社も平等に取り扱ってほしいということです。例えば会社の社歴や資産能力を調べるとか、前の雇用主にその人の評判を問い合わせるとか、面接人の提案の平等に評価するとか、人種を見ずに会社の内容だけをチェックすれば必ず有能な会社を見つけることができるということを日本人の方々に分かっていただけたら嬉しいと思います。私のこの短いスピーチの時間で人種摩擦問題が解決できるとは全く思っていませんが、日本人と黒人は一緒に人種摩擦を改善する努力を起こせれば、お互いに平等の気持ちよい関係を築く方向に一歩近づけると信じております。